上の方がね。うわあ。ああ。あ、そうだ、もう少しで上の方に寝てもらっていいですか。体をずらしていただいて。うわあ。うわあ。顔を上げる。はい、顎を上げる感じです。はい、そうですね。で、そのまま楽にしてください。もっと楽ないですかね。はい。大きめにこう鼻から吸って、口からふーっと細い息で長く吐く感じですね。鼻から吸うのを3秒で吸ったんだったら6秒ぐらい吐く感じで、はい、吸って、吐いて、細く長く、お腹をへこませる感じで、息短いですね。なんか、うんうん、私、最近、息苦しいんですよ、すごく息苦しくて、はいはいはい、これほっといたら死ぬんじゃねえかなぐらい歯入っちゃって、はいはいはい、鼻から吸ってみたいな意識するんですけど、それをやる途端苦しくなって、今短いですもんね、吐ける息が。吸う息もちょっと小さい感じですかね。決まっちゃいますね。太ってるからかなと思って。いやそんなね、そんな息ができないほど太ってないですからね。一回ダイエットしてこの、まあ、前回から3キロぐらい落としたんですけど、あ、3キロ落ちたわって言って調子に乗ってまた3キロに戻ったっていう。痛い痛い。顎がめっちゃ硬い、ね、顎が痛い。うおーしちょっとすごい凝ってますから。いやガチガチですよね。痛い。ちょっと待って、痛い、すげえ痛い、はい、すごい凝ってますもん。だからもう多分極度のストレスですね。へー、そうね、なるほどね。だいぶ嫌なことありました。そうですね、結構やっぱりリラックスできてないと呼吸も浅くなります。へー、頭の硬さが、健康な範囲を超えて硬いので。私頭硬いですか、うん、昔の人みたいに。いや昔の人がよくわかんないですけど、柔軟な方だと思ったんですけどね。あ、そういう中身的なことじゃなくても表面のことです、ね、痛い、ガチガチですね。こんなのが力が抜けてないですからの子。なんか多分あの顎もめちゃくちゃ硬いんで、まあ、無意識に噛み締めがずっと起こっている状態だと思うんですよ。なるほどね、知らない間に、禁酒っていうか休肝日とか作ったらよくないですね。ああ逆に。そうですね、まあ、飲める人だったらお酒はね、白薬の腸って言いますからね。いいでー、すげえ痛 い、 はい、どうしゃれたくなくなります。ちょっと我慢するかもしれないよ。いいで、すげえ痛い。あとあれですね、この、ですね、この唾液出すのこっちですね。ほんとだ、唾液出ますよね。出ます。ちょっと待って、痛い、はい、痛いですけど。はあ。痛い。ちょっと待って、痛っ。ちょっと待って。今、はい、今詰まってる状態なんですよ、ね、とりあえず。老廃物が。老廃物ってか、まあなんかその乾いた状態が続いちゃうと、そのかやっぱりこう汚れが詰まってしまうような感じですよね。
痛かった、はい、今痛いと思います。痛い、はい、ちょっとね、あの しょうがないですね、固まっちゃってると。そうなんだ、はい、痛い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 。これででも柔らかくしてもらって痩せやすくなりますよね、うん、そうですね、それは確かにそうですね。あのストレスが強いととにかくなんとか現状維持をしようとするんですよ。なるほど、はい、やっぱこう変えようってなるのは余裕が必要なので。ちょっと待って、うん、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、痛い無理でした。あ、ちょっと別のとこからアプローチしましょうか。アプローチ、はい、アプローチに答えられるかもうちょっと痛いかもしれないですけどね。でも痛いけど、はい、顔の周りや、はい、痛い、やけどしてない？やけどしてないですよ。痛い、そうすごいわ、これはすごい、おー、泣きたいぐらいだけど、なんかあれですね、なんで大人って痛い時に涙出ないんですかね。あ、でもあれじゃないですか、それも涙も詰まってんじゃないですか。なるほど、マジで痛い、マジで痛いっすわ、うん、痛い、うー、痛い、痛い、本当に痛い、うん、ちょっとシャレにならないこれはな親指が痒くなってきた、痛い、つわー、これあの神の経絡のツボなんです。何言ってるか全然わかんないぐらい痛い。でもツボを押すっていうのは、うんうんうん、そのぐらい押さないとダメなんですね。いやでも別にそんな強くないツボ、ちゃーいや多分凝ってるから強く感じる。うわー、お前らうるせえよって、お前らじゃない一人だ、痛い思ってるかもしれないけど、はい、本当に痛い、はい、あのジンってあれなんですよ、老化の老化なんですよ、うん、いや最近シワが増えたりとか、はい、痛い痛い痛い、まあ、やっぱこの体が凝るとか、はい、やっぱそういうシワとかもそうですけど、痛い、まあ、基本老化ですからね。ああ、やっと、痛っ、あ、親指が痒くなってくる、すごい、ああ、通りが悪い感じですね。左の方がちゃんと揺れが伝わってるんですけど、揺れが止まるんですよ。そうなんだ。これも聖子さんのさじ加減ですから。痛い、タイミングと、はあ。ましたよね、そうです、うん、まあ痛いんですけど、ね、痛い、左痛い、左左痛い、左左痛い、左左痛い、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 おー痛い、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 痛い、マジで痛い、おー、ああ。
さだな、うるせえよ、ちょっとは黙れよってねえ言いたい。だけどそんなんじゃないから、本当にそれどころじゃない、言いてえ。すごい。痛い。ここ硬いと呼吸浅くなるんですよ。痛い。じゃあいつもそこも、もみもみしたらいいですね。はい。ここちょっと押しながらで、はい、今もう一回こう鼻から吸って口から吐いてやってもらっていいですか。鼻が詰まっちゃってて分かんないです。詰まっちゃってます。より圧倒的に口からなんか質がありますね、はい、質が上がった感じする、はい、呼吸の、はい、さっきよりでも聞いててもそうですけど呼吸しやすくなりましたよね、なんか声の通りが良くなった、はい、息が長くなってましたからね。そうですね、それ分かるもんなんですか。あ、全然違うんでそうなんだね、はい、この状態で改めてちょっと痛いけど我慢できるぐらい、はい、痛いけど我慢できるぐらい、はい、痛いけど、はい、我慢できるぐらい、はい、痛えられるな、痛え、耳そんなに引っ張る？のび太くん以来ですよ、そんな引っ張られ、痛い、マジで痛いっす、ごめんなさい。ああ、痛い。ああ、痛い。そこは痛くなくなったな。テキパキですね。あ、痛くなくなったぞ。さっきめっちゃ痛かったけど、痛い。あ、でも入りますね。さっきより入ってますね。いいだー、ちょっと力抜けて、ああいいだー、いって、今のすっげーで、いいだー、痛いよー、そう、痛みは逃がすんだ、そうだった、逃がせ、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.